ここはどこだと思いますか？入間市日本木、株式会社デザインアートライズのオフィスです。デザインアートライズではセメントと砂と水を混ぜた建築材料のモルタルを使ってフランスのプロヴァンス地方の世界観を作り出しています。代表の栗原則夫さんです。もともとはタイル施工会社の2代目として、学校卒業後はタイル職人として仕事をしていました。出会いはディズニーシーで見たアンティークな壁でした。すごいこれはかっこいいと思ったんです。でもこれって本物じゃないなと思ったんですね。でもこの作ってる空間と演出できてる空間は自分の求めるものがに近い、一番近いなと思ったんで、何とかしてなんかこれ調べたいなとか、そういうふうに思ったんですけど、当時、インターネットもそんなになかったし、思いはあるけどなかなか調べる方法がなかったんですね。そんな思いを持ちながらタイル施工の仕事を続けていた栗原さん、偶然仕事の現場でモルタル造形を手掛ける職人に出会います。もう僕もこういう仕事したいんで、本当にお金とかいらないからもう手伝いさせてほしいっていう感じで、それからモルタル造形っていう世界に入っていったのが始まりですね。モルタル造形は緻密に仕上げるタイルの施工とは全く違うもの。始めた当初は仲間になかなか理解されなかったそうです。やっぱりタイルってきっちりもう本当に片目をこうつぶりながら、ほんのちょっとの髪の毛一本曲がってると気になったりとか、そういう世界だったんですけど、そういう中でやっぱりモルタル造形っていうのは自分で石を作ったりレンガを作ったり、それも崩れた感じを作るんでガタガタなんですよね。そういうので、なんか全然似てるようでまたタイルと違う世界だったりするんで、遊んでるようにも見られる、なんか粘土遊びしてるようにも見られるっていうので、ちょっとそういう意見は当時あったりはしました。ちょっと悔しいのももちろん職人としてはあったんですけど、そういう意見がありながらも自分の中でもっともっと勉強したいっていう意欲をつけながら覚えてきました。その後タイルの仕事と並行しながらモルタル造形の技を磨いていた栗原さん、国際バラとガーデニング賞で一気に注目を集めます。ガーデニングのコンテストとかもやってる、誰でも応募できるみたいなのが書いてあったんで、あれ待てよ、これをやればもっといろんな人に知ってもらえるし、西武ドームだったら車で20分ぐらいだし、これはチャレンジしてもいいかなと思って、それで絵と文章を出して送ろうとしたんですけど、やっぱりうちの両親なんかには、いやいやそんなのプロがやることだからとかいろいろ言われたりもしたんですけど、でもやっぱり自分はもう出したいっていうのと、自分の思いをもっと知っていただきたいっていうのがあったんで、正直そういう絵なんて描いたことなかったです。なんですかね、自分の中で見せたいものっていうのを考えながら描いたらなんとかできたんですよね。そうしたら受かったんで、実際に西武ドームでやれるっていうことで出したり、それで知ってもらえたっていうのがすごい大きいきっかけかなとは思います。1年目にいきなり奨励賞を受賞、しかも主催者の話では大賞より栗原さんの作品の方が反響が大きかったとのことでした。栗原さんはモルタル造形の道を極めていくことに確信を持ち、研究を重ねて翌年も出品、見事1500もの応募作品の中から大賞を受賞しました。この受賞が栗原さんの仕事の転機になりました。自分の思いだけで、これが作りたいからコンテスト出したっていうのなんですけど、来た人があんだけ感動してくれるってことは、お客様を感動させられたら本当に職人としても嬉しいなと思って、もちろん自分の思いも入れながら、まずはお客さんが喜んでくれるものを作れるようになりたいなとか、そういう意識は芽生えたかなっていうのはあります。人生の中の本当に家作りや庭作りってお金のかかることだと思うんですけど、そこに携わるっていうことは
こっちもそれなりの気持ちで応えてあげることも必要だし、お客さんが喜ぶ姿っていうのはやっぱり見てても嬉しいので、自分の社名のライズっていうところはサプライズっていう言葉から出てて、やっぱりお客さんに驚きや感動を与えられるような仕事をやっていければなっていうので、そういうのは思いながらやってます。栗原さんの手掛けた作品はホームページでも見ることができます。まさにサプライズの連続です。次回は栗原さんが作品で表現しているプロヴァンス地方の魅力について伺います。